さんこんにちは、タイガです。今から経験者向けクラスやっていきたいと思います。今日のテーマは音の表現を意識しながら自分の見せ方を追求しようです。一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速振り付けやっていきたいと思います。途中でカウントで数えるとちょっと難しいところがあるので口頭で説明する形になっちゃうんですけど、ゆっくりやっていきたいと思います。いきます。最初に1 and 2 and でグラブステップをやります。1 and 2 and こっちから1 and 2 and チッ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 っていう音が、細かい音が後ろにあるのでチッ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 って言います。その時に手を払います。1 and 2 andファー、シップ、セン、エン、ワン、エン、ツー、エン。来たら、ワン、エン、ツー、エン来たら、カッカッって音が次にあるので、右足を出して肩を当てます。カッカッ。流れでいくと、ワン、エン、ツー、エン、カッカッ。こういう形になります。ゆっくりいきます。せーの、エン。ワン、エン、ツー、エン、カッカッ。もう一回ゆっくりいきます。ファー、シック、セン、エン、ワン、エン、ツー、エン、カッカ。この時にクラブをやる時に体をちょっと下に入れるといいかなと思います。こう潜っていくイメージ。ワン、エン、ツー、エン。で、ここは肩をしっかり手で持ってる感じにして、カッ、当てます。肩だけ動かす。もう一回ゆっくり流れていきます。ファー、シック、ワン、エン、ツー、エン、カッカ。来たら、タッタッタ。で、足は右、左、右。あ、手は、トントントン。横、上、クロス。になります。カウントで言うと、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、イブ、シックスになります。で、この時に、全然クラップしても大丈夫です。そこは任せます。頭からもう一回、ゆっくりいきます。ファー、シックス、セーブ。1 and 2 and 3 4 5 6。もう一回ゆっくりいきます。5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 5 6。で、この時に肩当てた時は正面顔に向けられて横で、ここも正面はここを見てください。こっちの時は顔は正面向かずに基本的に正面向く。もう一回ゆっくりいきます。ファー、シックス、セーブ、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、シックス。来たらトントンって音があるので、一回引っ掛けてその後ボン抜きます。カッカッ。この時に流れでいかないように一回ここで引っ掛けてボン持ってきます。もう一回ゆっくりいきます。セーブ、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、5、6、7、7っていう感じです。もう一回ゆっくりいきます。5、6、7、8、1、N、2、N、3、4、5、6、7。来たらそのまま続きいきます。裏でチチチチって音が細かいのがあるので、ブン来たら足はダッダッダッ、左ピン。この時に手をカッカッカッ回すんですけど、グーでもパーでも何でも大丈夫です。この時にイメージはその場でずっと回すんじゃなくて、徐々に上がっていくイメージ。カカカカ、トントン、パッ、セ、ブーン、カカカカっていう音があるので、ここまで一旦区切ってやっていきたいと思います。ファー、シックス、セブン、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、5、6、7、カカカカ。ここまで一旦区切っていきます。5、6、7、1、N、2、N、3、4、5、6、7、カカカカ。ちょっと早く行ってみたいと思います。5、6、7、1、N、2、N、3、4、5、6、7、カカカカ。もう一回早く行きます。5、6、7、8、1、N、2、N、カッカ、タッタッタ、7、8、1、N、2。来たら、そのまま続きます。
ズッカッカッって音があるので、手を振る振るなんですけど、足も振る振る斜めに出すイメージ。でこの時こうやって無機質にパッパッと出すんじゃなくて、ブンブンとかカッカッっていう音なので、それに対して伸びるイメージで、カッカッ、ここがポイントです。カッ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 、ズッアッアッという音になります。ドンドン、ファイブシックセブンエイト、カッ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 、ズッタッタッ、ここまでゆっくりいきます。ファイブシックセブンエイト、ワンテンツエンスリーフォー、ファイブシックセブン、カカカカ、ズッアッアッ、もう一回いきます。ファイブシックセブンエイト、ワンテンツエンスリーフォー、ファイブシックセブン、カカカカ、ズッアッアッ。一回ここまで音で軽く聞いてみてください。やってみます。ポイントはクラブの時しっかり最後口に入れることと、パワーの向き、ダンダンダン、ここをポリエール引っ掛けてから、その後は回す時は上に向かって徐々に上がっていくイメージで、ここの伸び、この後音でいきます。いきます。このカッカッの音に合わせて伸びる伸びるとか、ダラララ、もう止めずにこの場じゃなくて伸ばすようにしていきます。もう一回ゆっくり番号でやって音でいきます。ファイブシックセブンエイト、ワンテンツエンスリーフォー、ファイブシックセブン、ダラララ、カッカッ、音でいきたいと思います。いきます。それでは振りの続きやっていきたいと思います。で、カッカッしたらすくすくって、でこの後低い音がドンドンって音があるので、前前、その時に足をスライドスライドで、気持ちこのつま先を内に入れるイメージでドンドンで、手が通すイメージ、こういうイメージ、ドンドン、左回りで足はスライドになります。カッカッ、作ってドン、ここまでいきます。タラララ、スタタ、ポンポンポン。ちょっと音がここ特殊で難しいので、一回聞いてみてください。一回やってみます。こんぐらいの、結構ここが溜まってドンドンっていくイメージです。この後が跳ねる、頭からゆっくりいきます。ファーシックセブン、ワンテンツエンスリーフォー、ファーキックシックセブン、バラララ、ツアアドンドンドン、やります。ちょっと待って、この音ですドンドン、ここのタイミングがよく音聞いてくれれば大丈夫です。じゃあそのまま続きいきたいと思います。ドン来て通す、通したらまた最初のクラブでやった音、チッ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 って音がまた来るので、手を開いてカッカッツッツ、普通にこう閉じる、開いたら次にボディウェーブ通す時のこの手首の使い方をしながら、カッカッ、近くで
感がなります。これをドンドン終わった後、左にスライドしながらワンエンツーエン、ここまでゆっくりいきます。タラララあ、あ、あ、ドンドンカッカッカッカ、これが最初のワンエンツーエンのことと一緒なので聞いてみてください。一回、もう一回頭からゆっくりいって続きいきたいと思います。ファイ、シックス、セブン、エン、ワンエンツーエンツーフリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エン、ワンエンツースリー、フォー、エン、ハイ、ドンドンカッカッカッカ、来たら右足ついて左足タッチで、この後低い音がドーンってくるのでつま先でドーンって押します。カッ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 ツッツッドン、こうなります。もう一回ツッツッカッカッポッポッカ、カウントで言うとワンエンツーエンツーリーフォーでタッチします。でこれつま先でも本当にかかとでもどこでも大丈夫です。低い音バーンって立ってもらえれば、でこれがボンって押すだけじゃなくてボンって跳ねる感じになったので、ボン一回タッチしてボンって入れていきます。ここからもう一回いきます。えっ、ワンエンツーエンツーリーフォー、もう一回いきます。ファイシックスセブン、ワンエンツーエンツーリーフォー、じゃあ続きいきます。ファイブで足作ってシックスで方向転換してセブンで置く。ファイブ、シックス、セブン。どんどんカッカッツッツ。ポン。ファイブ。ファイブで足をポンってすくいます。シックスで右足をこっちに移動。方向転換して足を伸ばす。そしたら、こっちに回します。これがファイブ、シックス、セブンのリズムで、ポン、ポン、ポンっていうリズムでいきます。ポン、ポン、ポン。ボンボンボン、ここからつなげます。えい、ワンエンツーエンスリーフォー、すくう、伸ばす伸ばすになります。もう一回いきます。えい、ワンエンツーエンスリーフォー、ファイブシックスセブン、 OK です。ここまで頭からつなげてゆっくりカップでまずはいってみたいと思います。ファイシックスセブンエン、ワンエンツーエンスリーフォー、ファイブシックスセブンエン、ワンエンツーツーアタドンドンドン、ワンエンツーエンスリーフォー、ファイブシックスセブン、ここまでいきたいと思います。後半のカカカカらへんからセブン、エン、カカカカ、ツン、ア、ア、ア、ドン、ドン、カカカカ、ツン、ツン、ア、ファイ、シックス、セブンです。もう一回ゆっくり頭からやったら音でやってみましょう。いきます。ファイ、シックス、セブン、エン、ワン、エンツ、エンス、リ、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エン、ワン、エンツ、スリー、フォー、ア、ア、ドン、ドン、ワン、エンツ、エンス、リ、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ここまでやったので、音でやってみたいと思います。この時は最終移動がポイントです。
かっこいい糸の角度だったりを見つけてみてください。いきます。今やっちゃったんですけど、伸ばしてこっち伸ばしたらパパパパっていう音が後ろにあるので、ウェーブを流しながら、斜めに流しながらパパパパパってやります。でこの時しっかりと手を見て、この右足出すタイミングでも右にいる、で後に動くタイミングで、5、6、7、カカカカの音になります。いいので、もう一回ワンエンツーエンからいきます。5、6、7、1、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、1来たらもうあと少しなのでいっちゃいます。5、6、7、8、1、2、3、4で足を右、左に入れ替えます。ガッガッで、膝を手をこう上から持ってきて膝を抱えます。1、2、3、4来たらカッカッって音が2回あるので、手で膝を弾く、弾く、手で膝を弾いて2回来たら右手をすくってドンで終わりです。これがタララララ来たらスーリーポで、こう上からグワンって持ってくるイメージでいきます。で膝で弾く、で右手持ってって最後決めて終わりになります。そしたらここから行ってみます。後半の5、6、7、8、カッ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 、スリーアッドンドンハッタラララスリーホカッカブンボン。後半ちょっと詰めたので難しいと思うんですけど、もう一回ここから行ってみます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、カッカブン。なります。ちょっともう一回カウントでゆっくりいったら、後半だけ音でやってみたいと思います。5、6、7、8、1、2、3、4、カッカブン。ドン決めます。でここポイントはしっかり膝を抱えたら手で膝を押すイメージ、ポンポン、ここのクイック感じでいきます。前半2-8終わってからいきたいと思います。踊れる人は軽く踊ってみてください。いきます。カウントで前半と後半分けてやって、前半と後半音でも分けてやって一回つなげてみましょう。まず前半の部分をカウントでいきたいと思います。5、6、7、8、1、2、3、4、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 
5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6 7 8 1 2
上になります。そしたら前半と後半分けて音でやっていきたいと思います。
と音まで時間があるので確認していきましょう。顔の向きとかは言ったんですけど、それ以外の手とかは自由で大丈夫です。前半からやってみます。ここまでが前半になります。そしてじゃあ次音来たら後半いきます。では早速音で何回か繰り返してやってみましょう。自分のかっこいいと思う角度とかね、どんどんやっちゃってください。踊るときにかっこよく見せるポイント、僕は何ですかね、目線だと思ってます。やっぱり踊ってる人見てても、自分が共感してても自信のある人の踊りってやっぱり目がもう生き生きしてるというか、もう自分の好きなことを表現してるっていうのがもう伝わるので、その時の目線とかですかね、なんか自信なさげに踊るとかじゃなくて、まあ、技術ってより気持ちの面なんですけど、自信持って踊ってもらえたらいいかなと思います。そしたら音で3回ほどやってみましょう。いきます。きついと思うけど頑張ってみましょう。
自分のイメージでこのボーンって音に対してこういう音は多分取らないと思うので、もうそういう音の表現を意識しながら踊ってみてください。それではあと2回ほど音でいきたいと思います。あとは強弱をしっかりとつけてもらえたら嬉しいです。画面の向こうの皆さん、テンション上げていきましょう。好きに踊っちゃってください。ラストです。存分に発揮しましょう。いきます。結構疲れたと思うんですけど、今日もし、踊った動画ありましたらインスタグラムにアップしてみてください。こちらこちらです。見てください。アカウント持っております。もしわからないことがありましたら ETC のアカウントに動画を DM で送ってみてください。よかったら YouTube チャンネル登録とインスタフォローお願いします。このここのレッスン動画はインスタグラムで告知しているのでチェックしてください。今日は経験者クラスやってみたんですけど、やっぱり久しぶりに踊ったので疲れたんですが、次はスタジオでみんなと一緒に踊れることを楽しみにして、僕も一生懸命頑張っていきたいと思います。よかったら遊びに来てください。タイガーでした。